日本では常識だけど海外でやると怒られること5選。はいどうも、夫婦で世界旅行しているゼオです。スミです。今日はですね、日本では常識で普段やってるようなことでも海外にやってやっちゃうとめちゃくちゃ怒られたり嫌がられることっていうものを紹介していこうと思います。このテーマ今日はね、なんで選んだかというと、今ね実はショーツで今爆バズり中でございまして、今今日時点で250万回回ってる。でやっぱり日本人の方ってパスポート持ってない方がまあ8割で、パスポート持ってる人が2割ぐらいということで、海外ってそんなことあんのっていうような意外性みたいなところで、まあ多分バズってるのかなってことで、そっからね今日登録してもらった方もいるんじゃないかってことで、改めてロングの長尺の動画の方でしっかり解説していこうと思います。まあ前置きはねこのあたりにして、早速本題の日本では常識でやっていることでも海外に行ってやると怒られることをやっていきましょう。1つ目、鼻をすするです。はい、今ね日本だと花粉症とかで鼻をこうグスングスン言ってる、みたいな感じのこと、まあ皆さんやってますよね。まあこれは当然別に悪いことじゃないっていうふうに僕も思って、たんですけども、私も思ってます。で海外に行ってやるとこれめっちゃ嫌がられます。じゃあどうすんのって話なんですけど、日本だとでも逆に鼻噛む、チーンって噛むじゃないですか、レストランとかであんま鼻噛んだりとかってちょっと音うるさくなっちゃうから、日本はちょっとつつましくじゃないけど我慢すると思うんですけど、本当に海外、まあ特にヨーロッパとかだと真逆で、鼻もチーンって噛んでもらう方がマナーとしては正しい。こうグスングス言ってる状態は本当にマナー違反なので、それでもうやめてしっかり噛んでスッキリしてもらうって感じが一応正解っていうことで、これまずね一個日本人がやりがちな海外、まあ特にヨーロッパでのマナー違反の一個かなと思います。これやっぱヨーロッパだとよく見るよね、よく見るね、こう私たちそのヨーロッパ行って鼻噛んだ方がいいことを知ったんですけど、私たちがセチェダっていうイタリアの北の方のアルプスに行った時の話なんですけど、標高3000メートルくらいあって、地上との気温の差が10度くらいあって、非常に寒いエリアに行ったんですよ。で大体そういう寒暖差があるとこって鼻水出るじゃん。出る出る。でみんな鼻水出てて、日本人だったらまあ鼻グズングズンってやったりすると思うんですけど、あちらの方ってもう大体なんか鼻垂れてて、あもうグズングズンするぐらいだったら、そうグズングズンするって、あの音がヨーロッパだと不快って思われてマナー違反だから、はいはいはい、もはや噛まないみたいな。なるほどね。まあグスングスンするぐらいだったら垂れ流しにしとく方がいいみたいな。そうそう、ネイルするから両手が埋まってると、だからまあ垂らしてたんだけど、その人は。あ、なるほどね。あ、もうマナー違反するぐらいだったらみたいな。そう、はいはい、でまあ観察してたらその後ハンカチで噛んでた、あ、なるほどね、結構レストランとかでもさ、話は聞いてて、ヨーロッパじゃ鼻をグスングスン言わしちゃいけないって、で確かにそれ注意して見てると、小さいおばあちゃんとかおじいちゃんとか一生懸命こうやってるよね、噛んでて、あ、やっぱそうなんだみたいな、みんな可愛いマイハンカチでさ、そうそう、ちっちゃい、そうそう、でこう丸めておいてそうっていうのがあったんで、日本人はね結構まあ癖だからね、だから日本だと逆だから、これあんまレストランでチャーンってやってたらちょっとお父さんやめてよみたいななっちゃうんで、まあそこはね結構こういつも癖が出ちゃうと思うんですけども、知ってるだけでもかなり回避できるかなってことで、気をつけてもらったらいいかなと思います。はい、それでは次、日本では常識だけど海外でやると怒られること、その2つ目。2つ目はレストランで手を挙げて店員さんを呼ぶです。日本の居酒屋とかだとすいませんみたいな、注文こう決まった後に店員さんこう呼んで手挙げて呼ぶじゃないですか。で特に結構ガヤついてる居酒屋とかだと、もう早く捕まえて注文したいから、あ、すいませんすいませんみたいな、あ、するする、止め方するじゃないですかあれが本当にまあアメリカとかヨーロッパだと NG っていう感じです。実際やったことあるんですけども、全然そのルールを知らずにやってみたら、もう店員さんが、私別にあなたの宅の担当じゃないのに、勝手に呼ぶんじゃねえよみたいな、てか担当が行くから待っとけよみたいな、何勝手に呼んでんだよみたいな感じで、まあ、少し言われたんで、あ、これやっちゃいけないんだみたいな感じで、まあ、気づきたし、その後調べたら実際そうだったんで、これは気をつけなきゃなってことで今回入れております。これも日本人がやっぱね癖がついちゃってるんですけども、アメリカとかのその風習だと待って
ってたら担当の店員さんが来るってみんな思ってる、うん、その空間の中でこの辺にいる人を勝手に捕まえ出しちゃった、うんうん、まあ、僕らがマナー違反なので、やっぱそこってこの文化の違いとかも、まあ文化の違い楽しむのが海外旅行の一つの醍醐味なんですけども、ここもちょっと気をつけた方がいいなって。ついついやっちゃうよね、うん、エクスキューズミーとか言って呼んじゃうんだけど、うん、私じゃないわよみたいな、そう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 私じゃねえわみたいな。アメリカとかヨーロッパの方って、うん、もう絶対もちろん呼ばないし、呼ばないね。結構店員さんしばらく来ないことって結構あるじゃん。ある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 。もうずっととおとなしくみんなメニュー見て待ってるよね。あーそうだね、そう。日本だと結構ありえないと思うんですよ。決まったら、うん、すいませんって呼ぶのに、うん、みんなさおとなしくさ待ってるよね。そうだね、うん、まあ、一応正しいマナーとしてはもちろんそのいつまでも来ないっていうのも困るんで、アイコンタクトをしっかりとって、うんうん、ちっちゃくこうあはいみたいな感じで言うと、うんうん、あわかりましたって感じで来てくれるんで、まあアイコンタクトを取ってちっちゃくあげるっていうのが、うん、正しいマナーということなので、これを学んでいくといいかなと思います。これなんか実はアメリカとかだとチップ文化がすごいあるので、その宅の担当さんに、まあサービスが良かったかどうかに応じてチップの額って変わるんで、そういうのもあってその担当がまあしっかり決められてるっていうのもあるらしいんで、これもアメリカの文化かなと思います。はい、ではその次、日本だと常識だけど海外でやると怒られること。3つ目、麺をすするです。はい、これ海外だとパスタ食べたりスープいただいたりとかあると思うんですけども、日本のそばとかラーメンとかってこうズズズズズって食べるのが、まあ、美味しい食べ方っていう風に風習的にはなってるんですけども、これ海外のパスタとかスープでやっちゃうともう NG です。これは結構ね知ってる方も多いとは思うんですけども、うん、多いとは思うんですけども、やっぱり普段の日本での生活が身についちゃってて、うんうん、ハワイ行った時とかアメリカ行った時とかに日本人の観光客の方が隣に座ってて、うん、やってる人いるんですよ。うんうんうん、あちゃって言っておいおいそれはノーウェイだぜみたいなオーマイゴーシュって思っちゃうんですけど、結構やっぱ癖が出ちゃって麺すすったり、ね、スープズズズって飲んでたり、うんうん、ちょっとやっぱ日本人だから伝えてあげたいなみたいな。でもマナー違反ですよっていうの変だけど、うん、ほっとくしかないですけどまあっていうのがうん、まあこれもねしっかり覚えてもらった方がいい癖の一個かなと思います。私たちがパリの一風堂行った時に、うんうん、やっぱ日本ってもうラーメンってもうすするじゃないですか、音を立ててする。だからついついさ音立ててすすりたくなっちゃうよね。確かに。てかだって一風堂って日本にあるし、うん、そもそも、うん、確かに。で海外確かにパリなんだけどダメなんだけどすすりたくなっちゃうよね。確かにパスタとスープは、うん、そのあちらさんのものなんで、そうあちらさんの業にいれば業に従いで、ね、うん、それは理解できるしできるんですけど、うん、ラーメンはこちらさんの文化やろみたいなラーメンすするのはただ場所はねそりゃあっちの一風堂なんで、そうそうそう、一風堂インパリスなんで、うん、どっちが正しいんだろうって思いながら、ね、まあ、僕はすすってましたね、うんうん、そうだよね。これむずくないマジで。むずい。私もやっぱすすっちゃったし、うんうんうん、もしかしたら周りの方は不快だったかもしれないし、絶対不快だと思うよ、うんうん、すすっちゃうと。そうだよね、まあ、マナーって、まあ、そうだよね、相手の思いやりみたいなもんなんで、そうだよね、相手が嫌だろうなって思ったらしないのがいいのかもしれないですね、うんうんうん、そうだよね。もう正しい正しくないというよりは、うん、お互いの歩み寄りっていう感じ、歩み寄りの姿勢っていう感じで、まあ、それが一番正しいんじゃないかなと思います。まあ、これはね皆さんの意見とかどう思われてるかとかも気になるので、うん、まあ、ぜひともねもうコメント欄のところで教えてください。はい、それでは次、日本では常識だけど海外でやると怒られること。4つ目、完璧を求めて論破しようとしない。はい、これ日本だとよく詰めるとか論破するっていう言葉あると思うんですけれども、うん、海外でやるとマジで NG です。日本だとねこう結構サービスもかなり品質が高くて電車とかの遅延もないですし、レストランで食事持ってくるのもあんまり待つことってないっていうところがあって、まあ、大体常に高品質で完璧なサービスをされてる場合が多い。その中で何か不手際があった時はちょっとこれいい加減にしてくださいよって伝える場面っていうのが、まあ、相手
手側に非があるパターンっていうのが多いから詰めたり、まあ、論破するって言ったらあれですけど、うんうん、クレームじゃないですけどおかしくないですかって言ったりとかあると思うんですけど、海外に行くと日本人が思う完璧っていう概念と海外の人が思う完璧の概念って全然違うので、え、これ何が悪いみたいな、あっちの人からするとそういう場面も結構あるんですね。日本人が見て、え、これなんでこんな品質低いのって思って文句言っても、あっちの人からしたら、え、これ何が悪いのって思う場面も結構あるんですよ。まあ、例えばこれは文化の違いにもなるんですけども、例えばパリとかヨーロッパとかでスーパーとかお店、まあパン屋とかに行った時に夕方17時に閉まりますみたいな、まあ、結構その時点って早いんですけど、日本人の感覚だと17時に閉店ってことは4時台ぐらいには入っておけばラスト買えるかなっていう感じで行くんですけど、17時に閉店ってヨーロッパの場合だと17時までにはもう閉店作業が全て終わってで、スタッフが全員出る、退勤するのが17時だったりするんですよ。するするする。だからもうクローズ時間が17時だったとしても4時半ぐらいにも店閉まってたりとかするんですよ。あと海外のホテルだと、まあよくあるのはもうシャワーがお湯が出ないとか、あと停電するとか。今ね、ちょっと今真っ暗なんですけど、なんかホテルのね、急に停電みたいなのが起きちゃってね。外はね、今何時だ、8時ぐらいかな、9時か、こんな感じで外はね、明るいんですけど、参ったね、参った。こういうのも日曜茶飯事で発生するので、まあ、確かにそれはね、まあ、直してくれよって伝えるのは、これは別に悪くはないんですけど、相手の不手際なんで、うんうん、ただ店員さんに対してああだこうだ言っても直らないのがもうそこの国の環境、うん、インフラなので、そこをスタッフさんに対してああだこうだ言うのはやめておきましょうっていう感じです。で、確かにスタッフさんに対してさすがにシャワーはお湯入りたいから、うん、ちょっといい加減してくれよって言ったことは一回あるんですけど、うん、もうあっちのスタッフさんって、だってもうしょうがないじゃんみたいな。そうそうそう、まあ、確かにそれは良くはないんですけど、うん、スタッフさんに対しても日本だと大変申し訳ございませんみたいな、申し訳ございませんみたいな感じ、仕立てにね、そう丁寧になってくれるのが日本文化ですけど、うん、あっちの人はどっちかというと平等フレンドリーみたいな、うん、そうそうそう、こう日本みたいに市場社会ではないので、スタッフさんもお客さんもこう平等みたいな、うん、もう私は別にもうベスト尽くしてもうこれはもうしょうがないわみたいな感じのところがあるので、どちらかというと、まあ、もちろんその悪いは悪いであるんですけども、うん、こっちはこっちとして、まあ、そういうことは海外でも起こるよねっていうような心持ちで言って、うん、ああもうそれやっぱ落ちちゃったわぐらいの感じで心構えしとくっていうのが、まあ旅行を楽しむ身としてはいいかなと思ってます。シャワーといえば、うん、ドバイ行った時にシャワー出なくなったタイミングがあったよね。あったあった。急にホテルが断水になって、断水したよ本当に断水しますって知らなくて、うん、でスタッフさんに聞いたら、え、もう断水のお知らせは張り紙貼ったよみたいな。いや、張り紙どこじゃあそのしかも張り紙貼ったら断水していいわけないやろって思っちゃったんだけど、まあしょうがないやみたいな。それ確認したのが夜10時とか11時で、うん、シャワー浴びたいって言ったら、うん、シャワー浴びるのは明日よみたいな、うん、そうなんと思って日本だったら結構こうなかなかありえないシチュエーションだと思うんですけど、うん、私なんか初めてシャワーが出ないっていう経験をドバイでして、あ、これが海外の洗礼を受けたなと思って。なるほどね。でもう一個シャワーあって、シャワー事件、シャワー多いねいやなんかお風呂って大事じゃないですか、旅行、大事大事、旅行中のお風呂って疲れを取るために私結構重要視してるんですけど、うんうん、まあ、海外はねやっぱ水も出なくなるし、なんとシャワーも水なんですよ。はいはい、お湯が出ない、ね、お湯が出ない、はいはい。でニューヨークのブルックリンの結構こう良さげなホテルと思った時に、ニューヨークの街を歩いて、あ、疲れたなと思ってシャワー浴びてたら真水確かに最初だいたいシャワーってお湯になるまでちょっと水出るじゃん。あるね。でホテルによってその水のさ、うんうん、ある程度出さないとお湯にならないとこもあるから、ずっと出してたんですよ、うん、永遠水。確かに。ちょっと0303みたいな、うん、え、水なんだけどみたいな。あったあった。で聞いてくれたら、そうそう、あのタンク式の、あ、そうそうそう、うん、タンク式でお湯ができっちゃってるから、お湯が溜まるまで待たないといけないみたいな、うんうん、いつ確かに、あったあったあった、いつあったあったいつってなったけど、うん、もう浴びるしかないと思って、もう水シャワー浴びましたね。確かに確かに。そっから水シャワーへの抵抗なくなって逆にその後はもうカウアイ島とかでも水シャワー浴びてもなんかなんとも思わなかったりと
そう結構免疫がついたし、うん、いちいち怒ってらんないから、うんうん、もう結構寛容な気持ちでその状況を受け止めないと確かに、ね、楽しめないよね。だからまずスミちゃんのその話結構大事だと思うんだけど、日本人ってこうやっぱもう完璧な状態で暮らしてて、うんうん、慣れちゃってるから、うん、だから慣れちゃってるのが悪いとは言わないけど、そう悪くない、いいこと、慣れちゃってるから文句が出てくる、そう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 、完璧じゃないやろこれは、うんうん、けどもともと完璧じゃない状態で、まあ、世界旅行とか回ってると、うん、別にそんなの気にしなくなるわけじゃないですか、そうそうそう、事象は同じなのに感じ方が違うから、うん、まあ海外旅行行くときはそういうどっちかというと心持ちで行った方が、あ、そうだね、得しますよっていう、うんうんうん、そういう、まあ、アドバイスになるかもしれないですね、うんうん、しかもその日本人の完璧レベルのままスタッフさんと喋ってもちょっともう感覚が合わない、合わない、うん、え、もうしょうがないじゃんみたいなでこっちはもう風呂入れねえんだよみたいな感覚で行っちゃうと、まあそのギャップが出ちゃうんで、うん、どっちかというともっとこうオーラかな、うんうん、まあそんなこともあるらしいぜみたいな、そうそうそう、あったらもうラッキーじゃないですけどもあ、ほんまにあるんやみたいな感じで行くのがいいんじゃないかなと思います。確かにはい、じゃあその次、日本では常識だけど海外でやると怒られること、ラスト、の前に番外編なんですけれども、まあ、これまでは日本人としては普通に日本でやってて海外行ってやると怒られるっていうパターンだったんですけども、うん、日本でやると怒られるんだけど海外でやってもそれは許されるっていうパターンもあるので、これを番外編で紹介していこうと思います。1個目は電車の中で電話する、うん、日本人で電車の中で電話してたら、うわ何やってんだこいつみたいな、うん、マナーないなみたいな、うんうん、目で見られるし、あ失礼しますって言って電話切るじゃないですか、うん、あれね結構実は日本だけというか、うん、結構日本が厳しいっていうところがあって普通に電話してる人とか、うん、まあ、いるし、いるいる、まあそもそもなんでダメかっていうのもよく考えたらあんま分かんない、まあ、人がただ話してる、うん、会話するのと携帯で喋るのの違いなだけなんて、うん、っていうのがあるんで、まあ、海外でもし電話してる人がいても別にそれはマナー違反でもないですし、うん、まあ、なんか用事があったら別に電話しても OK な国があるので、うん、そこは気にしなくていいかなっていう感じです。あとは海外で喋っちゃいけない車両とか決まってたりするパターンもあるんで、うんうんうん、あるある、サイレントのスペースとか、うん、あとここは喋っていいですよっていうパターンもあるんで、うん、まあ、それはね国によってまあ確認してやってもらうのがいいかなと思います。でもう一個はエレベーターの中で会話する、うん、海外だと別にエレベーターの中で喋ってても全然 OK ですし、うん、むしろエレベーター内で知らない人とこう乗り合わせたりして、うん、アメリカとかヨーロッパとかで乗り合わせた時はちょっとスモールトークって言うんですけど、うん、ちょっとした日常会話、世間話をするっていうのが結構普通にあるんですよ、うん、あ、どっから来たんですかとか、拠点機ですねみたいな感じでエレベーターで乗り合わせた人と会話するっていうのがあるんで、うん、僕は日本は見習った方がいいんじゃないかなって。わかる。グッドモーニングとか挨拶が当たり前すぎて、挨拶から会話がもう必ずスタートするよね。そうだね、ハワイとか、うん、もう知らない人同士、うん、ね、アメリカとかヨーロッパとか、どっから来たのとか、うん、だからこうみんな海外旅行行ってエレベーター乗ったら、うんうん、よし一発トークしてやるぜぐらいの、そう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 気持ちで、そう挨拶からね、まずは、うん、あらおっつって、最初世界旅行をその回り始めた時に僕らが結構直面した話なんですけど、うん、最初に行った国がドバイで、ドバイの、まあ、夜中に結構クラブみたいなとこからエレベーターで降りてって、うん、駐車場から帰ってたんですけど、みんなもウェーって騒いでエレベーター乗って、うん、もう今度うちの南米おいでよみたいな話をみんな知らない人同士わーって盛り上がってる中で、僕らそのエレベーターで喋るっていう概念もなかったんで、そうそうそう、端っこでこうでもちっちゃくなって、はい、そうそうそう、ポンってして、であっちの人もチラッとこっち見て、うん、あ話しかけようかなって思ってくれたんですけど、うんうん、こっちがあまりにも慣れてなさすぎてチョンっているんでもうこのアジア人は置いとこうみたいな感じの扱い、そうそうそう、まあ、別に全然悪くないんですけど、全然なんか差別とかじゃなくて、うん、会話したくない感じなんだなって、うん、そう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 、なんかね察してくれたのか、うん、でそれが心の中では俺は喋りたいよって思ってたんだけど、そうそうそう、そこ入れなくて、それを知らなくて、うん、っていうのがあって、
って、もうエレベーターの中でも絶対喋ろうっていうふうに思って、うんで、うんうん、やっぱ現地の方と喋ると面白いんで面白い、うん、っていうのがあったので、まあ皆さんもね、そのエレベーターの中入った時は喋っちゃるぞって感じで、そうそうそう、自ら挨拶しちゃるぜみたいな、うん、感じで行くのがいいんじゃないかなと思います、うん、はい、それでは日本では常識だけど海外でやると怒られること、5つ目、シャイになるです。これはね、日本人あるあるなんですけども、うん、さっきのエレベーターじゃないんですけども、なんか英語で例えばスタッフさんとかに言われた時に、うん、あ、ちょっとわかんないなと思って、あー、みたいなやってると、これはね、マジで普通に嫌われます。で、これなんでかっていうと、海外のスタッフさんとかって結構こう理解しようとしてくれるんですよ、うんうん、で、あ、この人は何を喋ろうとしてるのかなって言って、うん、で、日本人ってどっちかって言ったら、あーとかんーとかやってると助けてくれるスタッフさんとかが、うんうんうん、日本の国内だと多いから、助けを求めてるっていう意味で、あー、ちょっとわかんないね、ニヤニヤみたいなっていうポーズを取っちゃうんですけど、うん、あっちからすると知らない国から来たニヤニヤしてる変なやつみたいな映り方をするので、もじもじするのはやめてもらって、どうしたらいいかっていうと、例えば英語がわかんないってなったら、うん、Just a moment、ちょっと待ってくださいって伝えて、スマホで調べるとか、うん、もしくはもう Google 翻訳で調べた内容をそのまま見せて伝えるとか、うんうん、とにかく伝える行動をとってもらうっていうのが正解です。よくこれはボディーランゲージとかって言って、でもう体で表現するでもいいですし、うん、相手が本当に何言ってるか分かんないとか、こっちは合ってる英語を言ってるはずなのに伝わんないっていう時は、紙とかスマホに書いてもらうっていう手段もかなり有効なんですね、うん、確かに。そう、Could you text って言うんですけど、うん、Could you text っていうのは、ちょっと書いてもらっていいですか、うん、テクストっていうのは テキストのことですね、うん、テキストっていうのは紙に書くことも言いますし、スマホで打つこともテキストっていうんで、うん、Could you text とか、うん、I will text とか、 OK OK 打って伝えるわみたいな、うん、I will text とかで打ったり紙に書いて伝えると相手にも分かりやすいみたいなところがあるので、これはね、かなり有効な手段として使えるかなと思います。これ特にね、有効なのが地名聞くときとか、うん、おすすめレストラン聞くときとか、うん、ホテルのスタッフさんとかで、この辺でなんかおすすめのレストランないみたいな、うんうん、とか聞いたときに、そうそう、レストラン名とかってさすがに分かんない、うん、英語が喋っても聞き取りづらいので、うん、とか地名とか聞き取れないんで、うん、その時に Could you text って言うと紙書いてくれたり、スマホで打ってくれたりっていう風にしてくれます、まあ、これね、ぶっちゃけ言うと海外の人アルファベット結構日本人には読みづらい、字汚い感じの時もあって、スマホで打ってもらうのが良かったりするんですけど、うんうん、確かにさ、地名とか本当分かんないよね。地名はね、さすがに分からん。フランスとか行ったらさ、そうそうそう、うん、もう長いし、うん、よくわかんないから、わからん。もうか、絶対私はスマホで打ってもらうんですけど、うん、個人的なポイントが iPhone とかの自分の言語を英語にしとくんですよ。日本語から英語にしとくと、あっちの人もそうすぐ打ちやすいし、レストランとかももう Google マップ直打ち、あー、直打ちもしてもらって、日本語だと Google マップのストリート名とか全部日本語になっちゃうから、うん、シャンゼリーゼ通りみたいな、そうそうそう、カタカナで、シャンゼリーゼ通り、それは分からんわ、そうそうそう、Google、ま、美術館、確かによくこれ俺は今どこだってなってるもんね。そうそうそう、だからそこは英語にしとくのが結構ポイント。関連する話としては、うん、何言ってるか分かんないとき、 I can't speak English って言うと、うん、結構な確率で嫌がられます、うん、これね、理由は僕は分かんないんですけど、ケーススタディになっちゃうんですけど、うん、僕も結構分かんない時があって、うん、で、あんまに英語が苦手なんだよって伝えたら、なんかもうすごいイラッとされるというか、イラッとされるよね、うん、さっきまですっごいいい人だったのに、そう、もうほんと180度変わってもうすっごい怒ってるよ、ね、うん、はみたいな、うん、多分、いやでも理由分かんないんですよね、それだけは、うん、だから打ったりとかして何とかして理解しようとするとか、うん、いうのが結構正解だなって思ってるんですけど、やっぱりここまで説明して、うん、お前分からないんかいっていう、逆の立場だったら、逆に流暢に、うん、私英語分からないって言ってるからお前何言ってんだって混乱してるかもしれない。確かにお前そこははっきり言えるんかいって感じだね。そう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 、喋れてるやんみたいなそれあるよね。世界旅行で2回なんかすっごいこう嫌な顔された経験があって、うんうん、そこから言わないようにしてます。言わないようにね、うん、何とかして伝え切らなきゃと思って。そうそうそう、あとあの Google 翻訳だとこうやってあ音声で入れれるパターンもあるんで、うんうん、シャンゼリーゼ通りはどこですかっつって入れると英語に変換して、うん、はいみたいな、うん、これは結
構一番イージーなやり方だ。まあ今日みたいな話をするとやっぱ海外ってちょっと怖えみたいな、うん、怒られるとか、うん、海外の人ってそんな寄り添ってくれないのみたいな思う人がいるかもしれないんですけれども、実はねそういうことではなくて、なんとかして助けようとしてくれる人本当にめちゃくちゃいるんですよ、うんうん、もうめちゃくちゃ助けられまくってますし、優しくしてもらってますし、うん、今日話した内容は、まあ、その中でも怒られたエピソードを抽出して話してるだけなので、全然ねそこの心配はなしで全然大丈夫ですので、そこはご安心ください。基本フレンドリーで優しい、うん、下手したら日本よりフレンドリーで優しい人多いんじゃないかなって思う時ある。治安の良し悪しとは別に、うん、例えばこう日本だと東京の新宿駅とかで困ってても誰も助けてくれないじゃないですか、うん、すいません道教えてくださいって言ったらもうみんな無視するじゃないですか、うんうん、ああいう感じじゃなくって、え、どうしたの教えるよみたいな人は結構多いで、まあもちろんね治安が悪いとか別ですよ、うん、治安が悪いとか別なんですけど、まあ基本的にアメリカとかヨーロッパとか、うん、まあ、東南アジアもそうですけども、困ってたら助けてくれるっていうパターンは経験上多かったかなと思います、うん、ほんと人に支えられて、現地の方々で支えられて、うん、私たち2年間世界旅行できてるんで、そう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 、ピンチを何度も迎えてますから。英語の教科書とかでやっぱ最初に習うのってありがとうとこんにちはだけど、うん、確かにありがとうってマジ大事だなって思う。ちなみにそのありがとうは、うん、現地の言葉のありがとうを言うとより仲良くなれます、うん、めちゃくちゃ喜ばれるんで、うん、まあ、もしその英語圏以外でも、うん、トルコだったらテシャキュレーデンとか、あとギリシャはエウハリストとか、エウハリスト、その現地のありがとうとか、まあ、ちょっとした現地ワードを覚えてポンって出すと、うん、あっちの人すごい笑顔になってたり、うん、くれたりとかするんで、これ結構ねコミュニケーション取る上ではすごい、まあそれこそ歩み寄り、歩み寄りの姿勢として覚えていくのはいいかなと思います、うん、はい、ということで今日は日本では常識的にやってるけど海外でやっちゃうと怒られてしまうこと5選を紹介しました。この動画が参考になったという人はいいね登録で応援してください。そしてこのチャンネルではメンバー登録の方を募集しております。ゼオ家の冒険は世界中を旅しながら世界中の情報を発信しておりますので、メンバー登録で応援してもらえると嬉しいです。嬉しいです。これからも皆さんがワクワクするような世界の絶景とともに各国の状況をお伝えしていきますので、ぜひとも次回のエピソードを楽しみにしておいてください。人生は自己実現と家族孝行、ゼオ家の冒険は続く。